皆さんこんにちは、バチェラー編集長のしおぽんです。火曜日の日替わりラジオは覆面二郎さんとお届けします。覆面二郎さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いよいよ昨日から新エヴァンゲリオンが導入されましたね。はい、注目の台ですけれども、はい、まだ昨日の今日でちょっとホールのデータなどが上がってきてないと思うので。そうですね、ちょっとまたいつものように X の方で検索をさせてもらって、はい、実際に打たれた方のポストを覗いていたんですけれど、はい、まあ3万発4万発の報告がそこそこあったっていう印象ですかね。なるほど。それってレイタイプの方なんですかね。多分そうだと思いますね。あんまりスマパチの方がそもそもそんなに導入されてないみたいですよね。うん、そうですね。なんか自分が見た感じだと、まあ、はい、昼ぐらいでも意外と香るタイプの方は空き台があるみたいな。ああ、そうなんですね。はい。それはやっぱあれ、確率が重いからとかそういう感じで。っていうのも、そうですね、あるでしょうし、やっぱシードの枠だとあんまり印象が良くないかもしれないですね。それありますよね、そういうのって。うん、やっぱりレイタイプの方がね、はい、フィギュアがついてて目立ちますし、はいはいはい、まあね、やっぱね、エヴァ15の方と同じ筐体っていう安心感もあると思うんでね、はいはいはい、やっぱまあ、導入台数も結構差がついてますけど、稼働もちょっとスマパチの方が厳しくなるのかなという印象がありましたね。なるほど。じゃあリゼロ2みたいにめちゃくちゃ座れないっていうことももしかしたらないのかもしれないって感じですかね。そうですね、まあレイタイプのピーキの方がね、はいはい、なくて香りタイプの方だけだったらもしかしたら打つ人だったかもしれないですけど。なるほどなるほど。やっぱりね、その319の方があるならそっちの方がいいやって思う人が今のパチンコ多いと思いますよね。そうですよね。継続率もそこまで大きく変わってるわけじゃないですし、そりゃ当たりやすい方が座りますよね。そうですね。なるほどなるほど。まあ、あとちらほら見てたら、今回なんかカオルモードでヒュインっていう音が鳴るみたいなんですけれど、ほうほうほう、なんかエヴァにそれを求めてないんだよなっていうのをちらほら見かけましたね。ああ、なるほど。でもカスタムですよね。はいはいはい。はいはい、ヒュインっていう音鳴らないですよね。確かにそうですね。ただなんかまあ、自分も結構動画とかで見ると、打感はほとんどね、前作と変わんない感じで打てそうなんで。はいはいはい。もう本当にね、演出だけ一新されてて、まあ、ごちゃごちゃした演出もなく、はい、まあ、静かな今の、まあ、流行りのエヴァというか。はいはいはい。なので、うまいことね、15からの、こう、お客さんの引き継ぎっていうのはできそうな台だなっていう印象でしたね。なるほど、なるほど。今度のエヴァは、先読みカスタムが搭載されたじゃないですか。はいはい。先読みチャンスと先読み圧、まあ、3強の台に搭載されてるカスタムですけれど、はい、これ結構でかいなと思ってるんですよね。ああ、なるほど。僕は明日への方向って無駄な保留変化すごい嫌だった。まあ一応シンプルモードがありましたけれども、まあそうですね、ちゃんとその先読みカスタムっていう形ではなかったんで。はいはい。まあ、あとなんか次回予告カスタムみたいな。あ、そうですね。なんかあるみたいですよね。まあでもあれはあんまりこうね、そんなにそのカスタム入れても出ないっていう話なんで。はい。まあ、ね、三強の台が好きな人は先読みカスタムなんかでちょっといいかもしれないですね。そうですね。うん、シンプルすぎるエヴァがちょっと苦手っていうのもあって、まあ先読みカスタム入れたら余計シンプルにはなるでしょうけれども。はいはい。やっぱその無駄な保留変化っていうのが熱くなるんであれば全然僕はいいかなと思ってまして。なるほど。個人的にすごいこだわりを感じるというか思うのは、はい、まあ流行りの先バネを入れてないんですよね。あ、そういえばそうですよね。はい。で、三強の台ってまあ一応かぐや様とかには先バネ入ってるんで、はいはい、
まあ、特に入れたくないってこだわりはないと思うんですけど、はい、今回のねエヴァに入れてないっていうのはやっぱエヴァは焚き火とかじゃないよってい こう開発のこだわりなのかなとかちょっと思いますよね。なるほどなるほど、ああ例えば確かにそうですよね、うん、ジエヴァみたいな感じの先方向みたいなのがないですもんね。そうですね、そういうところもこだわりポイント的な感じなんですかね。そうだと思います。なるほど、まあそうですね、あのエヴァ15の方よりも確実にスペックは甘くなってるんで、はいはいはい、今日もご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いいたします。